アンナウンメトロポリス in 東京ドーム最終公演にご来場いただきまして誠にありがとうございます、東京ドームで第10回目の最終公演を迎えます3代目、東京ドーム同じツアータイトルで10公演をやったグループはザ・ローリング・ストーンズと3代目レーソン・ブラザーズしかいないそうです。ぜひですね、伝説にその名を刻む3代目の記念すべき最終公演、開演に遅れることのないように、ただいまのお時間から余裕を持ってご入場ください。文化の日というだけではございません。皆さんにとってはあの3代目が公演を行う最終公演の特別な日のはずです。まさに3代目の日だと思ってください。皆さんにとっては国民の祝日ではなく3代目の祭日だと思ってください。ただいまのお時間が最後です。ただいまのお時間にお早めにご入場ください。2010年11月10日にデビューした3代目も残り7日でいよいよ7周年を迎えます。あっという間の7周年ですね。あっという間の7周年と同じように、まもなくあっという間の開演となります。皆さんは3代目にとってのベストフレンズガールのままにならないでください。誰よりも好きなのに誰も伝えられない前田の表情とならないように、ただいまのお時間にまずは東京ドームの中へとしっかりと愛を届けに行ってください。風を伝えておくれと思っていても、風を運んでおくれと思っていても、風が皆さんを運ぶわけではございません。3代目のもとには皆さんが直接自分の足で向かうんです。月を照らしておくれと思っていても、月の光はドームの中までは届きません。皆さんがこの後3代目に照らされるんです。鳥を伝えておくれと言っていてもですね、鳥は中には入れません。皆さんの愛は、皆さんの思いは、皆さん自身が心で、体で、行動で3代目に伝えるんです。ぜひただいまのお時間、開演に間に合うように、開演の時に全員座って3代目を迎えられるように余裕を持ってご入場ください。3代目の元に向かおうとプライドを持っていただければいつでも中に入場が可能なんです。まさにメイクイットハップン可能か、すでに立ってんだって気づいたというのを変えるかは自分次第、叶えられるかと思ってください。 Don't be afraid、 掴み取れ、 Just take a chance です。誰の上にも舞い降るゲストなんです。ぜひですね、ただいまのお時間、皆さんさえ望めば誰でもエニメニマイニモーだと思っていただきまして、一歩でも3代目に近づいてください。どうせアンノーンなのであれば、入り口の混雑なんてアンノーンと思っていただきまして、ただいまのスムーズにご入場いただけるお時間にお早めにご入場をお願いいたします。場内では録音録画撮影行為一切できませんが、写真やデータには残せない皆さんにとってかけがえのない大切な思い出ができることでしょう。色彩、アンビアンス、フィーリング、そして音色、その携帯のカメラじゃきっと映りはしない景色が東京ドームの中には皆さんを待っているんです。本日は東京ドームに来ることが目的ではないはずです。東京ドームの中で皆さんのことを待つ3代目のもとへとお迎えください。目の前に見えるのは決して無限ロードではございません。第10回目最終公演を迎えました。開演前のただいまの場内の雰囲気をお楽しみいただけるのも本日が最終日です。アンノーンメトロポリス in 東京ドーム、本日が最終公演となります。本日しか作れない思い出を作りに行ってください。3代目と同じ空間、3代目と
同じ空気を吸える空間へとお進みください。